あ、どうもこんにちは、クレゴです。最近全然、はい、こちらのクレスタですね、なんか進んでないというか撮ってないんですよね。はい、放置気味になっております。いや、でちょっと久々にですね、ちょっとたまにはエンジンもですね、まあ最初のっていうか、まあたまにかけてはいるんですけどね、でもちょっと最近全然本当にエンジンもかけてなくて、まあ本日はですね、あの久々に、はい、あのみんな大好きパイセンがですね、パイセンが多分そろそろ来られるんじゃないですかね。まあ、最近ちょっとそうですね、お会いできる機会もあんまりない感じだったんで、久々来られる感じではあるんですけど、ちょっといい加減ですね、もうこいつも進めてはいきたいんでですね、とりあえず、今の現状状態をですね、ちょっとチェックしていこうかなっていう感じでございます。はい、あれ、なんか見慣れない車が現れたんですけど、あ、お久しぶりですなんか見慣れない車ですねあれ、高級車あれいい音してますね渋いあ、これはあのパパリンのですかね、まさかでした、まさか ちょっと誰の来たかなと思いましたサンバーです。あ、サンバーですねあ、シルバーになりました、はい、かっこいいっすね。シンプルでいいよ。そうですね。あ、しかもなんかイカが入ってるんですね。そう、イカのイカリングです。イカちゃんが、はい、てかこんなホイール大きかったですね。19インチ。ああ、19ですね。これだいぶあのミラーより快適だったんじゃないですか。快適。はい。あ、そうか。サンダースバルですもんね。はい。同じです。あれ反射で見える。スリットも入ってますよ。スリット？あ、本当ですね。フロントタッチ。あ、本当ですか。超レーシーですね。あ、お久しぶりです。改めて。マジ久しぶりじゃない？何ヶ月ぶりじゃないと。いや、ですね。何、うん、でしたっけ？ミラーかなんか。だってサンバーのリフトアップは、はい、雨の中この中で撮った時じゃない？あー、なるほどですね。台風じゃなかったけど、なんか忘れたけど。そうですね。なんか雨強くて。小水や。同じスバル多分そんくらいじゃないか。あ、ですね、ほんとそうですね。だって上げてホイールは変えたとも知らんもん、はい、あ、ホイールは変えたとは人とか、まだインナーとかこうあれを作ってる時でしたね。そうそうそう、カバーとか、はい、出来上がってしまう前ですね。カチンガットぐらいからそうですね。草扱ったっすもんね、あの時汗びっしょになりながらやってたんで湿度高くて、そんくらいぶり。あ、ゼロイのこと、はいはい、難関っていうのがいいですね。うるさかロードノイズがこうやっぱそうですね。あ、てかあの幅が大きいから得意でしょうね。マジうっさか。ああ、完全 NS2 ですね。もうおけつ用ですよ、このタイヤは。おけつ用、はい、危ないんで。なんか硬くなりますもんね、すぐ。うん、いや、オインゴとほら親父も週に1回乗るか乗らんかぐらいやけんさ、あ、横タイヤを組めようって言うたと。どうせだったらですね、減れなくて長持ちしたらすぐ割れるんでですね。で、あの日東タイヤ、はい、はおすすめだけど。あ、そうですね、ニットいいですよ、結構ニット、ニットよくやるかって言って、はい、したらピレリか、あ、ピレリかなんかがいいって言い出して。あ、そうですか。今見たら1本2万いくらだ。あ、そんなするんです。あ、でもタイヤサイズはこれだからですね。バイツだろ、そう、あんた買いなるほどですね。ちょっと出ようか。デカマフラー、心地いいサウンドが。あ、そうですね、うん、これあの水平対向エンジンですっけ、こいつってってやつかな、ですかね、なんか 横向いてるやつ。そうそうそう、はい、あれあれおぉ、桃じゃないですか。あ、ほんとだ、あ、気づいた。あ、待って、桃じゃん。かっこいい桃のハンドルっすね。なんかシンプルでかっこいいっすね、室内。そうそう、ちょっと割れとかなけどね。ああ、まあまあ、もうそこはしょうがないですもんね。あ、本当ですね、助手席。へえー、あ、てかなんかもうあのゼロクラウンとかそっち系のやつと同じですね、ここのパネルって。もうバリッバリっすよ、18のやつですね。18あるあるやろらしいですね、マークエクスト。おお、しかもセミバケな感じで。あ、ドキンさんっすね。あ、ドキンさんじゃないっすね。あ、なんかいいっすね。かわやげんかしらけど、めっちゃツルツルしてさ。ああ、椅子がっすね。スリ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 
装こんな感じって知りませんでした。まあ年式装とこれで何年もう何年落ちやろうか。ああ、ゼロクラウンと同じぐらいのあれなんですかね。ぐらいかな。20年とか。なんかいい車紹介させてもらいました。おじじの車。あ、おじじの。おじじですね。おお、カバー付きで。水出てきた。あれ、これってダンパーじゃん。ああ、本当ですね。てか綺麗ですね、めちゃめちゃ。あ、そっか、ターボでしたね。そう。へえ、こんな感じについてるんですね。ああ、そうですね。あ、やっぱ横向きですね。こう完全になんか横向いてますもん、うん、形が。タイミングベルト交換とかめんどくさそうですね、これ。ハンベルトぐらいならいいですけど。うわ、すげえ、こんなあれなんすね。タワーバー。そうそう。なんかもう やるとこやってる系ですね、ヤクリも。いいっすね。本当は車屋があの車検通して、はい、自家用で乗る豪太しよったらしかったけど。ああ、自家用でですね。そうそう。あ、もう、頑固に言わしたんじゃないですか。ほちぃお願いお願いずっと。売ってくれんやったら、帰らんけんね。ずっとただこれてるっすね。飯食いこう、腹減った。そうですね。ガシする。ああ、ガシする。アジフリアバアジフリアバおセルと音といいっすね、なんか走りますって感じですね。さあ、飯屋に到着しました。こんな感じなんですね。レストランの時は終了しました。あー、めっちゃ待ってた。うわ、本当っすね。ハイローレストランの時点滅ラストオーダーです。え、時間1時間さあ、断念して帰ります。そんな人気なんすね、ここ。最終的に来ました。どんぶりどんぶり。あ、ここで食えるならここでよかった。いや、はい、ね、アジフリア上等っすね、アジフリア、ね、はい、うまくない。いただきます。アジフリアも来ました。最下のおずり。はい、どうにか口果ててはいないですね。形は綺麗なんですね。てか塗装綺麗ですよね。うん、ずーっと、まあ、シートはかぶせてますけど、意外と綺麗やん。あ、塗ったと。あ、そうです、黒サビになってるんで。はい、これ以上進行もしてないですね、あれから。おお、まあでもやっぱあそこの扉開くようになってるんで修理はできるんですよね。あ、上。はい、完全に封鎖してちょっとあのボンネット取り出せなかったんですよね。台風で。あ、そうです、なくなってました、この部分が。ウィー、綺麗なもんだよ。そうですね、意外となんか白白外かなと。ああ、いや、もうちょっとこうサビのあれかなと思ったんですけど、まあでもやっぱもともと広がったところはあれですね、ちょっとずつ出てきてますね、やっぱ仕方ない。まあ、はい。お、いつまでたっても立派なもんです。ウイルは綺麗かとよね。まあそうですね、多分回ってないんで、ね、綺麗なまんますね、意外と。すごいなんかトロンってしたもん。そしてああ、もう冷え切ってるんですね。で、回ってないんでですね。てか本当何気に今まで乗ってましたっていうぐらい。そんな変わってないっすね、はい。さあ、エンジンかけてみますか。ちょっとサイレンサー持ってこますね。ちょっと待って、 G の。え、 G、 わお、なんか弱ってません、その G。 寒かったかな。せっかく寝とったのに。あ、いいですよ。あ、はい。あ、本当ですか。あの、回転上げて。
バリン。あ、香ばしか匂いの。そうっすね。ちょっとお湯焼けてますみたいな。ハイフラ。あ、ハイフラだった。あ、てかそっかついてないですもんね。そっか。わざと知らすかと思いました。わざとどこやったっけ。ああ、なるほどっすね。そこもう七石とか乗り慣れてないんで全然ですね。てかハイビーもそれなんすね。あ、それフォグですか。フォグ。ああ、ハイビーもそっちですよね。ちょっと進んでみます。あ、ちょっと待ってください。いいですよ。あ、ギア入りですか。ああ、それじゃなかったらやっぱあのクラッチのマスターが死んでるのかもっすね。入らないってことは。あ、入ります？あ、危ない。あれ？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 あ、死んだ。あ、そうっすね。あら？あれ？ってことは、あ、でも切れてはいましたね。ギア入りましたね。あ、じゃあ別に切れてるんで大丈夫とは思います。下手くそやったろ今んと。ガタンで終わりました。もっと繋がれてくれるんです。よいしょ。まあ切れてるんで多分大丈夫と思います。はい、ギアも普通に入るんで、うん、まあでもギアも動かしとかんと危ないでしょうね、ほんと、うん、オイル入ってるんで、まあとりあえず、はい、かかったけんよかったわ。そうですね、はい、転がることもできたんで、まあやっぱ高級車は違いますね。発電がすごいっす。さあ、切っちゃうよ。はい、おやすみ。始めまーす。あ、ちょっともう一回撮るんでエンジンかけてもらっていいですか。終わった。もうかけすんとも言わない。やっぱそうっすね。いいですよ、ガツンですよ、エンジンは。はい、あとはちょっとマーク2の顔つけちゃいますって感じですね。あとはそうか、大仕事はガラスでしたね。こうはまってるだけなんですかね。これにくっついてますもんね、ステーに綺麗に中にやろう。はい、あ、もともと外したことあったんすかね、こんな浮いてるってことは。どうやろう、綺麗にできるかは分かりません。いいんです。はい、DIY や。そうですね、うん、いいんです、DIY です。はい、まあ71クレスタの、現状でございますね。とりあえず、はい、ここから何も進んでおりません。あ、エンジンはたまに3ヶ月に1遍ぐらいかけてたんで、はい、どれが元気でした。3ヶ月だよ。なかな、そうですね。今日がそうやろ。あ、そうです、3ヶ月目。
非常に多分気長に修理されていくと思うので、あー大変でございます仕事が多忙で今日、はい、わざわざお越しいただきましてお待たせいたしました、はいまあ一応のんびりということなので、はい、のんびり直していきたいと思います。まあ多分作り始めればもう画面ポイってつけて口で言うのはかなうけどねとりあえずマーク2ポイってつけて、あとは塗装とか全塗、まあ、ガラスですね、ガラスと全塗とって感じですかね。まあとりあえず、はい、今のクエスタの、現状でございました、はい。まあ、なんかなんていうネタもなかったですけど、そういう動画でした、はい、今日はのんびりデーでしたああそうですね、はい、今日はのんびり、はい、まあ、レガシーも紹介できたんで、あレガシーでしたよね、あれそうそうレガシー、はい、レガシーいい車ですよ意外と、うん、はい、同じ 2000cc なんですけどねなんか全然違う感じでしたはい、まあ、こんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。少しでもいいかなと思ってございましたら、グッドボタンとあとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。では。3ヶ月後はーい